どうも、ラートです。ということで、今回は脱獄おこプロガチバトルやっていきたいと思います。ということで、見てください、こちら。エトさんです。はい、今回はエトさんにね、来ていただきました。ゲーム内で。はい、ということでね、なんでエトさんを持ってるかって話から始めていきたいと思うんですけれども、前回の動画ですね、ありがたいことにね、たくさん皆さんにね、視聴していただいて、今2000回再生ぐらいかな、していただいてるんですけれども、そちらの動画でですね、ノアさんをね、700ダイヤのレジェンドノアを購入したわけなんですけれども、なんでね、もう次の動画からエトさんに浮気をしてるんだっていう話なんですよね。はい。このアカウントはサブアカということでですね、以前までね、ミラティブ配信だったり YouTube ライブで使っていたアカウントなんですけれども、最近はね、YouTube の撮影とライブ配信同じアカウントを使うようになったんですけど、昔まで使ってた配信用のアカウントみたいな感じですね。このミラティブの1マントをつけてるんですけれども、はい。でこのアカウントで、ダイヤが600ちょい溜まってたので500ダイヤを消費してエトさんを購入しました。買った経緯なんですけど、Twitter ですね、旧 Twitter の X の方でですね、カラピチスキンどれが一番強いのっていう投稿をした結果ですね、全員エトさんっていう驚異的な圧倒的人気でエトさん選ばれてたので、エトさんを購入しました。エトさんが強い理由なんですけど、もうね、皆さん知ってるでしょね、こんだけ遊んでたらみんな知ってると思うんですけど、念のために説明しておくと、15秒ぐらいのリロードでパンチを4種類のうちランダムで4種類のうちパンチをね、ゲットできるっていう能力なんですけど、もうそのパンチがですね、リロードが早い上に貯めとくことができるっていうね、すごいめちゃくちゃ優秀な能力を持ってるんですね。はい、こんな感じで4種類ランダムで出るんですけど、こう出れば出るほど貯めとくことができるのでめちゃくちゃ強いんですよね。皆さんはどのスキンを使ってますか？前回の動画ね、ありがたいことに、たくさんコメントをいただきまして、やっぱノアさん推しがね、多いですね。皆さん僕と同じということで、ノアさん推しが多いわけなんですけど、スキンの能力で言うと、やっぱりエトさんは人気なんですけど、カラピチメンバーで言うと、やっぱノアさんがね、人気率が高いですね。ラードさんと同じですってコメントがいっぱい来てね、本当に嬉しい限りでございます。箱推しっていう人もいますからね。カラピチ箱推しも全然悪くないと思うんで、僕も実質箱推しみたいなもんなんですけど。やっぱりね、誰か一人選ぶっていうのもいいことだと思うんですけど、グループはね、箱推しすることもね、やっぱ素晴らしいことだと思うんで、皆さんね、どんどん推し活をしていきましょう。はい。そんなこんな言ってまして、いよいよね、この試合が終盤に差し掛かってきましたので、このプレゼントボックスを使っていきたいと思います。はい、いいんじゃない、いいんじゃない、あと一発これ当てればもう決まりそうな予感。この一発大切にしていきたい。さあ、スーパーアニマルアイテムをリロードしてアイテムを貯めて距離を縮めてプレゼントボックスで決めていくということで、やっぱエトさん強いですね。スマッシュに勝ちました。はい、ということで、エトさん持ってる人はね、ぜひ愛用していきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。